て、後半も無事にクリアできるだろうか。はじめまして、オピオタウロス娘のオラムスだよ。さあリーダー、今からパトロールだよ。風が私に応えてくれている。共に行きましょう若君。行こうか同志たちよ。新しいビンゴゼロ。モンスター娘 TD が好きな一人が来場しました。何も考えずにキャラを選択。素晴らしいです。
プリンセスコネクト RE リベが好きな一人が来場しました。スゴロクコンテンツの難しいもやらないとね。初回のボス撃破くらいまでは。いらっしゃいです。イカサマダイス使っていかないと無理なんで。少年、そんな名前だったっけ。キャラコスト2減少のレジェンドサブスキルみたい。攻撃アップもあったかも。ふむふむ。私か。行くぜ。
お任せくださいまし。行きますよ。燃えろ。どりゃー。ですわ。お任せください。わかりました。待ち伏せだ。フィニッシュですわ。追い打ちだ。不意打ちこそ忍びの花だ。私か。行くぜ。なんだ。ゼロ、
オオカミが好きな人が来場しました。いい場所ですな。なんだなあ、お任せください。行きますわ。闇の力に消え去る。なんだなあ。フィニッシュですわ。燃えろ、任せとけ。起動しますぞ。お任せください。わかりました。燃えろ。ああ、お菓子ちょうだい。いたずらしてやるぜ。闇の力に消え去るがよい。待ち伏せだ。不意打ちだ。フィニッシュですわ。不意打ちこそ忍びの花だ。燃えろ。はーい。通さないよ。はあ、はあ、お姉ちゃんバリア。はい。私たちの邪魔させないよ。フィニッシュですわ。あれ、燃えろ。あれ、不意打ちこそ忍びの花だ。消え去るがよい。指揮をお願いね。開幕よ。あれ、燃えろ。みんな元気出して。あれ、お姉ちゃんソング。不意打ちこそ忍びの花だ。沈みなさい。燃えろ。この戦果であれば我が主に報告できますな。
レトロゲームが好きな一人が来場しました。私か、行くぜ。燃えろ。お任せください。わかりました。どりゃー、沈みなさい。お菓子ちょっといたずらしてやるぜ。燃えろ。お任せくださいまし。行きますね。フィニッシュですわ。待ち伏せだ。不意打ちだ。通さないよ。燃えろ。不意打ちこそ忍びの花だ。いい場所。はあ、私たちの邪魔させないよ。はあ、あれ、闇の力に消え去るがよい。沈みなさい。あれ、指揮をお願いね。開幕よ。フィニッシュですわ。あれ、燃えろ。お姉ちゃんバリア。はい、みんな元気出して。トリックオートリック。お姉ちゃんソング。不意打ちこそ忍びの花だ。あれ、フィニッシュですか。燃えろ。闇の力に沈みなさいがよい。はあ、お姉ちゃんソング。燃えろ。邪魔させないよ。忍びの花だ。やったー、大勝利。ボーナス期待しとるで。終了まであと5分なのです。30分延長しました。
もうガチャできてる。ここの歯勢いがすごすぎて下の服が濡れた。私か？行くぜ！燃えろ！待ち構えましょう。いい場所ですな。闇の力に消え去るがよい。はあ、お任せください。わかりました。燃えろ。お菓子ちょうだい。沈みなさい。いたずらしてやるぜ。お任せくださいまし。行きますわ。取り壊って。フィニッシュですわ。オラに任せて。燃えろ。元気になれ。はあ、お姉ちゃんバリア。はあ、闇の力に消え去るがよい。指揮をお願いね。開幕よ。お姉ちゃんソング。燃えろ。沈みなさい。フィニッシュですか。はあ、ドリンクオアトリック。元気になれ。燃えろ。お姉ちゃんソング。闇の力に。はあ、元気にな。燃えろ。沈みなさい。みんな元気出して。
私か。行くぜ。燃えろ。お任せください。わかりました。行きますわ。待ち伏せだ。不意打ちだ。フィニッシュですわ。不意打ちこそ忍びの花だ。燃えろ。うらオラに曲がってこしゃぐぞ。待ち構えましょう。こしゃぐぞ。いい場所ですな。元気になれ。お姉ちゃんバリア沈めなさい。こしゃぐぞ。闇の力に消えたらよ。こしゃぐぞ。お姉ちゃんソング。燃えろ。お願い。開幕よ。不意打ちこそ忍びの花だ。みんな元気出して。ですわ。燃えろ。お姉ちゃんソング。沈みなさい。闇の力に消えたらがよい。燃えろ。トリックオアティー。我がいるのだ。当然だ。何かイベント情報に新たなビンゴあるみたいなお知らせあった気がしたけど、気のせいか。こっちか、わら。こっちのビンゴ引くアイテムは向こうでは手に入らないのか？
クダギツネを使います。イズナ忍法の使い手、イズナ娘の井筒です。クダギツネで主様の心を読んじゃいますよ。チョイース、あたし大鬼娘の鋼、趣味は刀集め。取り間よろしく。
ゼロ、スーパーロボット対戦が好きな一人が来場しました。海底へ沈めてやろう。出発！出撃！さっさと終わらせるって戦うんですか？時は来た。どうか優しく。狩りの時間だ。めんどくさい。頑張ります。楽しませてね。腹ペコよ！行くであります！グズグズするな。死の舞踏を。主様の心遣い。主様の心遣い、骨身に染みます。首を洗ってお待ちなさい。これなら本当に、
鬼の首も取れそうです。巻いていこう。いくわよ。私って天才なのかも。ほな行こか。なんか悟りが開けたみ、なんか悟りがひ、さあ祭りたい。これぞ海よ。これぞ海よ女の子。これぞ海よ女の本気っぱい。いざ出陣。出動です。うっしゃもう。クダギツネを使います。スケベなことをこんなに読み取れる。修行の成果ですね。私にこんな未来があったなんて。修行の成果ですね。私にこんな未来があったなんて。どんな相手もメロメロにしちゃいます。了解だよ。行くわよ。頑張りまよ。頑張りましょうね。いたずらし放題だ。駆け落ちだね。お仕置きね。行くぞ。よし張り切っ出撃よ。敵は見逃さないからね。見え方が変わったかも。出発。出番かしら。レディは武器を隠すものか。レディは武器を隠すものかしら。よし、オラもやるぞ。こんな銃の使い方あるんか。はーい、頑張る。終了まであと5分なのです。
30分延長しました。おおっぱいおき、おおっぱい大きくなった。一肌脱ぐわね。お茶の子さいさいよ。やだ、おっぱい大きくなった。喧嘩だな。無敵になっちま無敵になっちまったか。仕方ないね。指示は任せるぜ。行こうか、どうしたちよ。やっちゃおう。行くぞ。氷漬けですわ。変身戦闘開始。頑張ります。行くわ。メロ様に任せな。開演よ。出発するのね。めんどくさいな。やるしかないっしょ。いや怖いよ。私にお願い。やるっち。参りましょう。出撃なのね。さあ行きましょうか。串刺しにしてやるぴょん。我が力にひれ伏せい。戦闘開始だな。飛ばしてくよ。いくにゃ。私に任せろ。準備できています。任せてくれ。戦闘ですね。出撃だ。任務開始です。行こうか。戦だな。やっつけちゃうよ。頑張るわ。行ってまいります。ここが頂なのですね。壁を破りました。ここが頂なのですね。壁を破りました。私には普通よ。普通。クールに行きます。力が溢れて、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 力が溢れて。さーて、やりますか。you
に目覚めた隠された能力に目覚めた隠された能力に目覚めた隠された能力に目覚め隠された能力に目覚めたべ。お手柔らかに。おお、祭りか。主殿のために。守ります。これがうちんちカルト、これがうちんちカルト。なんとかーい。シリコ、力に目覚めちゃ、シリコ、力に目覚めちゃった。演奏開始。新ジャンル開拓。あー、面倒だち。頑張れと言われても困るだち。行きます。かかってきなさい。英知を見せよう。これは何。行ってきます。ウェーイ。行く準備 OK。ごめん、あたし最強。やってくんねー。限界突破てに。ゼロ、ゲームが好きな一人が来場しました。最強。
限界突破てれ。やってくんねギフト応援に攻撃10 PT を送りました。ギフトありがとうございました。皆殺しの時間よ。面白い発想ね。悪く開運祈願するね。晴れ着パワー全開だよ。今年も行きますぞ。任務了解。迎撃します。さあ出撃だ。闇へ葬ってやろう。やってやろうじゃん。マズルサッタの出番っす。始めようぞ。この力想定以上である。ぶっ潰す。争いは苦手。行ってきます。私が守る。怖いけど頑張ります。女王の出陣である。遊んでやるわ。ワンの器は海より深いわ。行くのじゃ。蹂躙するぞ。面白い。今日が乗ったぞ。喧嘩は目。勝ちましょうね。私に全部任せな。感度が上がっちまう。勝利を呼んじゃうよ。私が出れば楽勝。海の怪物の力見せたるで。こういうトッピングもありなんやな。行くわよ。私の斧でやっつけるよ。ママに任せて。確実に仕留めてあげるわ。出動だわ。ハサミがなりますね。手伝ってあげるわ。速やかにですね。行きんしょ。おや、眠っていた力が。正義の戦いだ。覚醒ってヒーローっぽい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 。メリークリスマス。プレゼントをもらってし、プレゼントをもらってしまった。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 見とれちゃダメ。胸が大きくなっちゃった。見とれちゃダメ。
胸が大きくなっちゃった。行くわよ。私はこうして存在する。誰の空想でもないのよ。強くなるたびに心の中の何かが私はこうして存在する。誰の空想でもないのよ。強くなるたびに心の中の何かがうずくの。召し上がれ。最高のキャワワになれたわ。キャワワに限界なし。最高のキャワワになれたわ。キャワワに限界なし。私めにお任せくだされ。やってやろうじゃん。出撃。音楽隊出動。ふ、出撃だわ。トリック行くぞ。オラ、私の力をなめるなよ。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 愚か者めが。よし、頑張るわ。お任せください。ほな、行きましょうか。首をよこせ。進化だ。はーい、ケッパーるよ。私が守ります。行こう。私が道を切る。頑張ろうね。相手をしてあげましょう。私にもまだ見ぬ力があったようで。実験開始だ。行くよ。は、邪魔しないで。うまく使いなさい。ぶっ飛ばす。やべえ火力だ。やべえ火力だ。私だけで十分だ。行くぞ。お、授業開始ね。出番すね。行きます。溶かしてあげる。さあ泳ぎましょう。もてあそんであげる。行くぞ。仕方ない、行くぞ。始めるのじゃ。海底へ沈めてやろう。出発。出撃。さっさと終わらせるべ。戦うんですか。
おや、主さん、ワッチが作った視線を見学に来たんでありんすか？ああ、なるほど。ワッチのお酒を飲みたかったんでありんすね。ようござりんすよ。たくさんありんすから、分けてあげんしょう。おやおや、まだ飲んでもないのに匂いだけで酔ったんでありんすか？それはそうでありんしょう。わっちの力で泉のすべての水を酒に変えんした。しかもこのお酒は腕によりをかけて作った名酒。鬼娘なら大喜びで泳ぎ回っているでありんしょう。ワッチを島に迎え入れてくれた恩返しでありんすよ。酒は百薬の長と言いんすし、皆の役に立てればと思って用意したのでありんす。それにこの島は悪い人間に苦しめられているようなので、こういうものも作ってみんした。これは懲罰穴。悪い人間を捕らえ穴に入れることで反省させるのでありんす。ちなみに穴に入っている虫たちは猛毒を持ってますが、島のモンスター娘には攻撃せぬよう訓練をしてありんす。あ、もうござりんすよ、主さん。ただ痛めつけるのではなく、心を折らねば戦いは終わりんせん。ゲシュペンス島の平和を守るためにこれくらい新鮮と。良かれと思ってやってしまいましたが、もしかして主さんやこの島の皆さんには迷惑でありんした？そうでありんすか。やはり主さんはお人よしでありんすね。いえ、何も。酒もこの穴もぜひ島のために活用しておくんなんし。もし、驚かせてごめんなさい。私は旅の者、おきつと申します。旦那様が私に気づかず出るに出られずごめんなさい。いえ、そんな。温泉に勝手に入っていたのは私ですから、旦那様は何も悪くありませんよ。そうだ旦那様、ご迷惑をかけたお詫びとして私に背中を流させてくれませんか？ち、バレてしまいましたか。もう少しからかってやろうと思ってやしたのに。しかし主さん、さすがでありんす。水面に映る影でワッチの正体を見抜くとは。ん？それにしては早すぎる気が。もしかして日頃から反射を利用して覗きを。
そうでありんすか。それは失礼なことを言いんした。ええ、よーくわかりんしたとも。主さんは立派なものをお持ちのようでありんすね。ほう、誤解？面白いことを言いんすね。主さんのそれはまだ真の姿を見せてござりんせんと。そう照れずとも、温泉で裸の付き合いをしているのでありんすよ。こんな時こそ何も隠さず正直に生きんしょ。主さん、のぼせんしたか？顔も体もそんなに悪をして。かわいらしゅうござりんすね。あら、若君、ご機嫌うるわしゅう。こんなところで会うだなんて奇遇ですね。お気遣いありがとうございます。私なら大丈夫です。私の力及ばずで、ちょっとした場所争いに敗れてしまっただけですので。若君は紹介中でしょうか。よろしければ私が護衛としてお供いたしましょうか。気になること？麗しい若君を悩ませる、それは一体何でしょう。なるほど、この先にある丘からは若君の部屋がよく見えますものね。あちらからは若君の麗しい寝顔も。寝返りを打ち、愛らしいおへそを覗かせる様まで見えますもの。噂話で聞いたのです。若君を思う誰かが夜な夜な丘の上からお部屋を覗いていたのかもしれませんね。誰かが若君のお布団をきれいに洗ったと聞きましたよ。その時に終了まであと5分なのです。つけたのではないでしょうか。30分延長しました。しかし、ご心情を除くモンスター娘までいるだなんて。恋の相手が若君では仕方のないことかもしれませんが、あまりもてあそんでは恨まれますよ。若君、そのようなことでお悩みであれば、
十分な睡眠が取れていないのではないですか。では私の牛舎でお休みになりますか。中は広く風通しもいいので快適ですよ。フラチの輩が近づかないよう私がお守りしますので、どうぞお休みくださいまし。若君、どうされました？早く牛舎へお入りくださいまし。若君の時間は黄金のように貴重。休める時にしっかりと体をいたわりませんと、倒れてしまってからでは遅いのですよ。美しいですね、若君。はあ、あの流れて消えた星のために泣いてくれる人はいるのでしょうか。この世界のどこにもいないのでしたら切ないですね。ゼロ、モンスター娘 TD が好きな一人が来場しました。いえ、ただなんとなくそう思っただけです。若君、どうかお気になさらず。ああ、どうして星は流れるのでしょう。愛しい誰かを探しているのでしょうか。だとしたら、この漆黒の空で再び会うことはできたのでしょうか。いえ、別に何でもありませんよ。私のことはどうかお気になさらず。このような大胆な。若君、若君の愛らしいお顔がお近くに。これは私の友人の話なのですが、最近好きな方との逢瀬の時間が少ないと嘆いていたのです。さらにその好きな方が他の女の頭を撫でたらしく、さらに好きな方が自分には思うように甘えてくれないようで、素直に打ち明けられればいいのですが、宿女としての品位が崩れるのでそうもできず、それで彼女を悩んでいるようなのです。ちょっと離席しますね。
戻りました、ショボーン。ほどのお話は私のことではなく、そんなおたわむれを。はい、わかりました、マカディミ、そのようにお伝えします。ラスターさんがギフト応援に工事 10PT を送りました。ギフトありがとうです。あれ、アルジデネガー、どうした、こんなところで。怪奇現象？別さ、オラは乱りした記憶がねえな。いたって平和な湖畔だど。大変そうだな、アルジは。オラはこっちで銃の整備してらがらな。ああ、いい音だ。威力も申し分ね。何って、そりゃ銃整備したんだんて試し撃ちするのは当然だべ。普段からやってたぞ。そりゃこの島はまだオラのこと知らねえからな。ちゃんと川熊娘の家はここさありって証残すために銃で痕跡残してるんだ。マーキングってやつだな。特別な火薬使ってっから他のモンスター娘もオラのことちゃんとわかるはずだ。これは故郷の島でもやってたことだぞ。それに川ってのは縄張りが大切なんだ。水流れる場所っていうのは匂いも印も消えるからな。だんてこうして分かりやすくマーキングしねどすぐに追い出されてしまうんだよ。そうか、マーキングできねえのは不満だけども、ゴーサ入っては誤差従えって言うからな。迷惑かけて悪いな。ちゃんと気ぃつけるから許してけるが。主はええやつだな。癖を我慢するのは落ち着かねえんだども、
主がそれで嬉しいって言うなら我慢できるさ。よし、マンズ事件も解決したんだば、ゆっくりとしてもええんでねえか。オラもリラックスして。本当だ、ほら売ってる。完全さ無意識だった。お宝はどこさあるかな。うん、お宝はここでねえのか。主がしまってるならどこだべな。この引き出しの中は。おお、そうなのか。教えてけでどうもな、主。ん？主？なんで起きてるんだ。普段だったらもう寝てる時間だべ。主の家の鍵ぐらい簡単だ。おら手先がそこそこ器用だんて、鍵開けも余裕なんだ。だからこうちょちょいのちょいでな。オラは縄張りに入ったやつの宝物見るとどうしても欲しくなるんだ。オラの島だどもこの癖でいろいろ奪うこと多くてな。それで最近オラの縄張りによく来る主のミイサつけれたものとかいろいろと欲しくなってきてな。それで我慢できねくなりそうだったんだ。でも無理やりだとさすがに怒られるだべし、主守ってるモンスター娘もいっぱいいるからさ、だんて考えてこっそり取るべて思ったんだ。そう言ってもこれはオラの習性みたいなもんだ。放送者のユーザーレベルが27になりました。無理やり奪ってたからすげえ我慢してるんだ。それはそうなんだと思うな。シグマ A のどうしようもなくなってしまうから。我慢っつっても欲しくなったらどうそうもねえんだ。なるほど、今のニコニコでユーザーレベルが上がるってありがたいです。最初から奪うと決めてたのはいけねえよな。なら主の下着くれ。前チラッとパンツ見えてから欲しくて仕方ねえんだ。できれば脱ぎたてで。ちっ、ダメか。なら今日は諦めておく。主にオラも迷惑かけたくねえからな。今度からはちゃんと迷惑にならねえようにするよ。それだば、今日はありがったな。じゃあな。やっべ、バレた。
は先日からご主人様のことをこっそり見守ってたの。理由は後で言うけど、それよりも見ていて気になったことがあるの。ご主人様、最近の食生活は良くないかも。甘いものばっかりよく食べてるから、それで心配になったからビビシン様に相談をしたの。ごめんね、私が相談しちゃったから。よかった。でも気をつけた方がいいよ。ご主人様、他の子からも食べ物をもらっていつも食べ過ぎちゃってるよね。今はちょうどいいかもしれないけど、この食生活が続くとぷくぷく太って豚さんになっちゃうよ。運動も大切だけど、やっぱり間食を控えるのが一番だよ。もしも気になるなら私も見張って注意してあげるからね。ナナシさんがギフト応援に工事 10PT を送りました。今日履いてるパンツだけど、お尻に穴が開いてるから変えた方がいいよ。私って目が大きいから細かい部分まで見えたの。伝えようと思ったけどタイミングがなくて、ごめんね。ううん、気にしないで。ご主人様は私の大切なお友達だからね。あ、そろそろ帰ってご主人様の観察日記をまとめないと。ごめんね、またお話ししようね、ご主人様。私がいた島での話になるんだけど、もともと私の目って普通の人間とは違うから避けられてたんだ。遠くから拒絶するようにたくさんの人からジロジロ見られて、私その目が怖くて、だからザルみたいな網の目がいっぱい
ぱいなものを見るだけで昔を思い出して動けなくなっちゃうの。そう言ってくれるご主人様のおかげでこの島ではのびのびと過ごせるんだ。ありがとうね。特訓？ご主人様と一緒に？確かに怖くて動けないよりは動いて逃げられる方がいいよね。じゃあお願いします。ご主人様が私を見つめるの？それはちょっと待ってほしいかも。和骨仁さん46目のレス。仁さんいらっしゃいませ。いらっしゃいです。あれ、どうしたんですか主様。先ほどからため息ばっかりついていますよ。けっ、あ、主様のイベント後半はもう一体どんなパンツですか。ジンさんスケスケですか。スケベなパンツですか。無事クリアできました。そんなことはないですよ。
よ。私はスケベなことになんか今日おめでとうございますジンさん。それよりパンツがどうしてなくなったんです？そしてトップ画面にあるビンゴの剣、どこで手にはいるんだろうって。それはいけませんね。わら、まったく、アリス様のパンツを盗むなんて、羨ましい。話は把握しました。終了まであと5分なのです。絆忍法を使ってパンツを盗んだ犯人を見つけましょうか。イベントマップ以外のとこを回れば多分取れるはずジンさん。クラギツネを使って対象者の人の心を読み取れる特殊なものなんです。そんなキラキラした目で見ないでください。とにかく心を読み取れば犯人もすぐ見つかりますよ。主様、ゴールドと糧に入るところでもかな。なるほど。まずポデルさんから心を読み取ってみますね。そっちでも手に入りますね。チラチラやソワカ。なるほど、ありがとうです。なんということでしょう。こんなことを考えていたなんて。騎士をどうやってあれやこれやするか、こんなに細かく考えているなんて。なんてスケベなんでしょう。だけどイベントの交換アイテム集めが意図なのに別にされると大変ですね。すいません、パンツに関しては全く関係ないみたいですね。次はトルスさんを読み取りましょうか。残念です。まさかこんなことがあるなんて。スケベなことを全く考えていませんね。肉のことしか考えてないなんて思いませんでした。な、ね、そんなことはないですよ。ちゃんとパンツの行方も読み取りました。トルスさんじゃありません。あとはタンタルさんも近くにいたんでしたね。では読み取りを開始します。ふむ、主様のパンツを机から持ち去っているところが見えますね。お腹は空いてますか？そのパンツが無事にお戻りになったということで、お祝いにお弁当を作ってきたんです。何をおっしゃいます。
なくしたものが戻ってきたのはいいことですよ。では外で食べましょうか。はい、主様、お茶も入れてるのでどうぞ。よかった。たくさん食べてくださいね。どうかしたんですか、主様？嫌いなものが入っていましたか？そうですね。この子は昨日のご飯もう食べてしまったので、食べ物をもらいに来たみたいです。ほら、どうぞ。また後で改めてご飯を持って行ってあげませんと。いい子供を産んでもらいたいですしね。ええ、子供がいるからご飯を調達するの難しいんですよ。ナナシさんがギフト応援うさぎもどき 20PT を送りました。私はこんばんは。キツネさんたちの子供を養子にもらってクダギツネにしているんですから。こんばんはです。ギフトありがとうです。ちゃんと交渉はしてますよ。無理やりさらってはいません。もちろんです。そうだ、主様も私がいずれクダギツネにしてあげますね。大丈夫、ちゃんと養ってあげます。家は最高級の竹で作ったクダにしますし、餌は今日みたいなお弁当と、さらに今なら食べれる砂もプレゼント。なんてお得なんでしょう。確かに、クダギツネではなく、クダ人間ですね。まあまあ、キツネさん以外を私役したことはないですが、きっと大丈夫です。忍法の修行も毎日してますから。それになんといっても、竹筒に住めば、パンツは盗まれないですよ。
クダギツネを使います。私か。行くぜ。どりゃー。ここを守る。どりゃー。出番でありんすか。ではお任せくださいまし。行きますわ。ここは任せて。こいつ来たら踏んじゃうよ。私が操られてる。では準備できてます。主様も狐さんも頑張った結果ですね。you
よし、この辺りで終わりますね。来場者数29名様、コメントご視聴ありがとうございました。ギフトありがとうございました。来てくださってありがとうございました。お疲れ様です。ご主人様は他の男とは違いますの？いえ、けたもののはずですわ。